車掌。車掌、車使用、とは、鉄道、バスなどの交通機関における、乗務員の職性の一つである。車掌は、機関士、運転士などの車両を直接運転する、業務以外で、円滑な旅客、貨物輸送の確保にあたる、乗務員である。世界的に共通して、次の業務に従事する。高速輸送機関においては、 扉の開閉操作及び車内放送を行うためだけに車掌を乗務させているケースがある。現代においては自動化、合理化の進捗によってワンマン運転が広く普及し車掌乗務を廃止する交通機関も多い。仙台市営バスや上鉄バスにおける共愛路線通行の安全確保の検知から係員が天井する路線があるが、これは 保安要員であり、車掌ではない。しかし、この2社も保安要員天井以前は、車掌として天井していた。ワンマン運転の認可条件として天井が求められていた。車掌と異なり、境愛区間のみ乗務させればいいので、人員の合理化が図れる。車掌が乗務するバスにおいて、警報器のない踏切を通過する際と、車両交代時の誘導は必須義務である。 必ず誘導しなければいけない。日本においては、鉄道における、コンダクターの役後に、車両を鑑賞する役職名として、車掌の名称を当てた。明治から大正期にかけては、英会話など特別な素養を持つ者を誘導列車の、車掌業に従事させる、列車長の職制も設けられた。日本国有鉄道では、車掌区に所属し、旅客列車及び、 貨物列車に乗務する営業職の車掌及び車掌長のほか車掌区及び貨車区、客貨車区に所属し貨物列車に乗務する運転職の列車係1973年職制改正以前は列車係と表記の職制があったまた車掌のうち旅客列車にのみ乗務する車掌を乗客扱い専務車掌と呼称した1971年に 関東鉄道龍ヶ崎線と日立電鉄でワンマン運転を始めたのを皮切りに、関山線区などの合理化策として、私鉄各社に車掌乗務の廃止が広まった。国鉄も1986年に貨物列車における車掌、列車係の乗務を廃止し、民営化後の1988年以降は旅客列車においても車掌乗務を廃止する線区が拡大している。また、 運転士が運転乗務の前に車掌として乗務する、兼任制度を取り入れている事業者も増えている。鉄道の場合、車掌が乗務をする車掌室は、通常、列車最後部の乗務員室で行うが、無人駅で出入り口が、進行方向前面にある場合に乗車券の回収を行うなどの目的で、列車最前部の乗務員室に移動するともある。新幹線、特急列車、 JR 北海道の快速エアポート、名鉄特急などでは、編成中間部に設けられている車掌室で業務を行っている。この車掌室は、グリーン車等の特別席が装備されている車両に入っていることが多い。また、特急列車のうち、踊り子、日立等をはじめとした車両構造、非貫通先頭車によって通り抜けができな列車については、 特急券等のチェックのために別編成にも車掌が乗務している。また車両が連結されている場合連結部に乗務していることもある。ケーブルカーについてはこの例にならわない。車両戦闘の乗務員は運転士ではなく車掌である。運転士は山頂駅にいる。これは機関部が山頂駅にあり、車両がケーブルで巻き上げられたり下ろされたりするからである。 日本の場合、大抵は1列車に対して1人乗務だが、特急、夜行列車を含むや、新幹線などの編成が長い列車や、乗客の多い列車などでは2人以上が乗務し、仕事を分担している。国鉄時代の優等列車では、車掌長と専務車掌と運転車掌の組み合わせで乗務することが多く、夜行列車では、案内や、信頼の組み立て、解体を担当する、車掌補、 列車休時も上向いていた。車掌は列車の出発準備ができたとき、出発させるとき、運転士に出発合図を送ることになっている。車掌は原則として列車最後部がホームセンターを通過するまでは、非常、ブレーキスイッチ、引き紐の通っているパイプであることが多い。一部では車内ブザースイッチ、車内電令スイッチに手をかけ、いつでも 非常ブレーキがかけられるようにしながら、乗務員室の扉についている窓からホームを監視する、京浜急行電鉄の12両編以外の列車、都営浅草線、札幌市営地下鉄南北線など一部では、乗務員室の扉を閉めず車掌が半ばホームに身を乗り出した状態で行う。その後、ホームに異常がないことを指差し確認し、放送などの次の業務に移る。観光案内。 レトロ感の演出のため、ワンマン運転が可能な路線に、あえて車掌を乗務させている例もある。鉄道事業者によって異なるが、長距離を走る列車の運転士が約2時間で交代するのに対し、車掌は終点まで長時間乗務することがある。JR 各社では、中高列車においては、旧国鉄時代からの流れで新幹線を除く、優等列車のみことなる会社の路線への越境乗務が、 存在し、夜行列車においてはさらに広域の乗務が存在したが、前車は2004年3月3日までで、後車は2015年3月14日を最後に、翌日以降は、運転区間内の JR 会社の車掌が分担して、乗務する運用に変更されたことから、現在、越境乗務を行っている列車はごく一部に限られている。なお、同じ JR の中で担当エリア外への、越境乗務は、 優等列車を中心に行われている。民鉄でも運用上の理由で異なる鉄道事業者路線への越境乗務を行う例、近鉄阪神直通列車の乗務員は、境界の坂南場駅ではなく、その次の阪神南場線桜川駅で交代。南海高野線仙北高速鉄道線へ直通運転する特急仙北ライナーや、区間急行は南海の乗務員が、 仙北高速鉄道線内を投資で乗務するも、損する。連邦略号で車掌のことを、列という。国鉄時代は他に、荷物列車を担当する、荷扱い車掌を、二列、車掌長を,を、列地、列長、または、チーフの略、専務車掌は、枯列、旅客専務列の略と呼んでいた。列の語源は、列車長であるとか、列車乗務員であるとか言われている。 しかし、校舎の旧金遣いは、列車や乗務員であって、文字列に地を含まない。路線バスや路面電車など、鉄道以外の公共交通機関でも、一般的に車掌が乗務したが、合理化の一環として1960年代、移行急速にワンマン運転が普及して廃れ、現在の車掌乗務は、広島電鉄、熊本市交通局の連接車運用などごく一部でしか、 見ることができない。なお、東急世田谷線も二人乗務しているが、車両後部に乗務しているのは、車掌資格を持たない内係や警備員である。米国、カナダにおける車掌は、コンダクター、コンダクターと呼称される。列車に乗務する、制動手、ブレイクマン、誘導手、フラグマン、アシスタントコンダクター、サービス乗務員などを管理監督する職制で、 運行規則に基づいた安全かつ効率的な列車運行の責任を機関士と同一に追う。発車合図のオールはボード、皆さんご乗車くださいの掛け声が特徴的であり、アムトラックの CM など随所で鉄道を代表するセリフとして用いられている。米国の長距離列車を一手に引き受けるアムトラックの場合、寝台客車は各車両に車掌が詰め、車内治安の維持、 寝台のセット、解体など旅客へのサービスを手厚く行う。各寝台個室には、コールボタンが設置され、旅客の要求に応じ随時駆けつける。大陸横断列車など、シカゴ異性の長距離列車で用いられる、スーパーライナーはドアが手動扱いであり、このドア扱いも、車掌の大切な仕事である。貨物列車では、初期より、貨物列車交尾に連結された車掌車。 カブースに、後部制動お及び後部誘導詞と共に、コンダクターが乗務するのが一般的であった。このカブースは、中央部を一段高くしたりで窓を設けることで、車掌が編成の異常をすぐ確認できるようになっているものが多く、その特徴的な外観から、アメリカの鉄道の象徴的存在であったが、合理化によるカブースの廃止で、戦闘機関車に乗務するようになり、同時に全部、 後部のブレーキマンやフラッグマンなど車掌配下の職期が消滅した。現在の貨物列車は1機関士1車掌乗務が標準的で、コンダクターは機関士同用への1段階と扱われるが、一方で合理化の進展により、コンダクター職を廃止しようとする動きが根強くある。地下鉄のような都市内完結の旅客列車では、多くの事業者でコンダクターを廃止したワンマン運転。 アプトを採用しているが、ニューヨーク市地下鉄やトロント交通局のように、ワンマン運転を採用せに、車掌乗務を続けている事業者もある。シカゴのサウスショアー線のように、日本ではあまり見られなくなった、パンチ式の補充券を車掌が発行している事業者も、ある。シカゴの通勤列車、現、メトラから全米に広まった、ギャラリーカーと呼ばれる2階建て客車は、 中央部を吹き抜けとすることで、1階部分と2階部分の両方の旅客を車掌が検察できるようになっている英国、オーストラリアなどにおける車掌は、駅馬車時代の乗務員に由来して、ガード、ガードと呼称される。20世紀後半までは、乗務列車のダイヤ確認や、運行の安全確保、か物の取り扱いなどが、主な業務で、運賃収受業務はガードとは別の、 検察官、トラビリングチケットインスペクターが担当していたが、近年では主にガードが検察、周回札業務も行っている。英国国鉄では、旅客、貨物列車の乗務別に複数の職生に分けられていた。職生における、ガードは、乗客に接する業務は行えず、旅客対応は、コンダクター、イコールガード、コンダクターガード、または、コンダクター、 コンダクターの職生の車掌が言った。また、長距離列車では、職生とは別に、シニアコンダクター、シニアコンダクターの故障を用いた。現在の英国では、一部の民間旅客列車運行事業者が、シニアコンダクターに代わって、トレインマネージャー、トレーンマネージャーの故障を用いているケースがあるが、鉄道安全基準審議会、RSSB が定める、公式の車掌職名は、 今も、ガードである。交通機関の設備の近代化が進むと同時に、労働関連の法改正もあり、車掌の雇用形態は多様化し、契約社員やパートタイマーとして雇用される車掌が多くなっている。また、鉄道会社の非現行政社員、営業、企画などの事務職員、車両保守や保線などの公務職員なども、OJT 及び職場訓練の一環として、 車掌を経験させる場合もある。鉄道各社により、採用方法は千差万別である。現在特殊な例を除き、ほとんど募集されていない。バスガイドについては、該当項目を参照のこと。当該社局の募集広告などを見つけて応募する。広島電鉄では、適時アルバイトとして募集されている。当該企業等の募集広告などを見つけて応募する。 ガイドとして募集されていることも多い。日本の車掌は、それぞれの会社で定められた、制服、一般駅勤務係と同じであることが多いを、着用し乗務する。外国のように、私服での乗務例は皆無である。かつては、演児の地に、乗客専務の文字リバン賞をしていたが、現在は、車掌と記述された名札や検証を着用し、それに、変えている。名札の他に、 運転士、車掌と書かれたバッジを別につけている車局もある。また名札の着用を義務付けている車局がほとんどである。車掌も名札同様着用を義務付けていることが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。